はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、白子です。今回はね、グレートサイヤモン、スーパーサイヤ人2ですね、使っていこうかなと思ってます。てかみんな覚えてるかな、こいつ。なんだかんだ普通の箇所でも出てくる展開値で進化する独感覚醒化するちょっとわけのわからんやつってね展開値ガシャだけでいいっていうね、本当に。超特大ダメージを与えて3ターンアタックが、ね、上昇する。ターン開始時にアタック 90%。 ご飯弱なりすぎだって修行サボんな。一応虹ですね。左から 2突だったかな、こいつ。2突フレンド虹です。まあ火力でご利用していくしかないね、とりあえず。とりあえず火力でご利用してなんとか勝つしかない。で、今回スーパーサイジン2のバトルなんで、相手の火力も相当、高いです。だから、そこに関してしっかりケアしていくっていうのが重要かなと思います。フレッツサヤマンまでターン回したらやばいよ。撃つな、死ぬ、危ねえ、生きてる、俺は生きてる。気絶、絶対気絶入れて、中確率 30% ドン。はいねー、わかんねえ、まだわからん。 30% ってさ、まあまあ3回やれば引けるんだよ。ただ俺は2回で引く。ダメだった。くそ、死ぬやばい、死ぬ、俺は死んでしまうのか。いいな、俺は生きる。 NO なあ、やべえぞこのターン。うわ、もう最悪じゃんこれ。ケツ最悪だしさ、このさ、もうくそったれ。これ戦闘で耐えられる気せえよ。さてピンチですよ、シラコングさん。私の名はフリーザ。そんなギャグかましてる場合じゃないんだよな、実際。あ、こんだけ回復できたけど。うぅ、お前アイテム2個使ってそんだけ食らうんかい。3個だね、3個使って1万8000くらってやばない。そうだ、マビジあれか、ダーイ。さあやってくぜ、何回目のチャレンジかわからんが。俺今気づいたんだけどさ、今というかやってて気づいたけど、マベジってさ、今気づ、あの本あれだね、そういえば恩恵受けてねえや。おめえ何やってるだか何やってるだか、ほんまちょっとね、うっかりしちゃったよね。まあでも今度は取り戻す。結構うっかりしちゃうんだよね。で、マベジがいいとこにいるから、今回スーパーサイジン2サウンドでやってるから、まあ、今回マベジ結構もういいとこにはいるっちゃいるんで、まあ、それで、まあ、ファイナルエクスプロージョンで相手をぶちかますというね。ぶちかますから相手をぶち消すっていうね。うん、それでこう。で、ご飯がね、まあ3番目登場なんで、まあ、それもなんとかいい具合になってるみたいですかね。OK?じゃあぶちかませ、闘志を燃やせ。気絶入ってるね。うわ届かねえ、うわ届かねえな、届かねえ、ギリギリ届かん。こっちだったら届くけど、あんまりうまくねえけどな。まあまあいいや、しゃあないしゃあない、アイテムの節約だと思って。はい、吹き飛べ。死のマベジがいたらもうちょっと楽なんかな。あ、気持ちいい、やば、あ、マベジ気持ちいい。さあダーブラヤコン、プイプイだね、プイプイって可愛いよね、名前がね。最悪だねこの並び。あ、最悪。チチ使ってちょっと防ぐか。戦闘で守れるキャラいねえな、こっちいねえな。いい、どっちかなんか、プイプイかな。
プイ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 でいこうか。頼むぞ。ちょっとお前に木玉ロックは贅沢すぎたけど。怒り吸収、どっからどう見ても吐き出してる。よいしょ。オッケー。さあ、あなたの背中にぬくもりを。プイプイってどっかで出てきたよね、確か。ドラゴンボールスーパーで出てきたよね、多分。ああ、まだ生きてる。オッケー。プイプイだっけ？よもやよもや。89万。引く。ゲロ引く。しかも、知事使って3万食らうってことはさ、だいぶやべえぞ。うん。大丈夫か、ほんま。お前。お前、修行サボってる場合ちゃうぞ。サボった結果が今だから。あ、これしゃあないわ。結構ダメージ食らうかもしれん。だからそんなの覚悟の上。いや大丈夫大丈夫。なあ大丈夫じゃないかも。まあまあでもどうしよう、キラマ取ってドッカンゲージ進めるか。それが一番いいよね。もうダーブラーさん、あなたええってめっちゃ食らうんだけど。まあスーパーサイヤ人2のバトロって意外にそんなに立ってないから、やっぱ相手の火力結構やばいよね。さあ問題はダーブラをどう消し去るかだね。ダーブラな、地属性いたら楽なんだろうけど、地属性いねえからさ、うち。あ、地属性おったわ。おめえがおったか。おめえがおったんだったらおめえが頑張ってほしいんだが、無理だね。この木玉の配列では無理だ。あ、でも次力属性か。悟空残しておいた方がよかったかな。いいか、頑張ってくんろ。次力属性なんすよね。ってことはさ、まあ、マベジがぶっ刺さるって言っても過言ではないんだが、問題はご飯なんだよな。あの修行をサボったご飯が、ね、対面で来ると次力属性っていうことはやばいんですよね。ダーン、はい、ブンブンブン。オッケー。さあ次行きましょう。次がガッツ。さあ行きましょう。うわ、もうやべえやん。やばい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 。お化け、やばいやばい。これはまずい。これはまずいわ。あー、どうしよっきなも取りたかったんだけどな。まあいっか。これ取って。お前は火力出ねえからな。まあこっち行こうか。まあ、ここで気絶入ったらマジででかいんだよね。せい。おお、でっけえ。うめえ。いや、もうさすがにね、火だめ結構えぐいんでね。やばいんだよね。で、気絶入ってるから、ここはもう普通にとことん殴り合いたいところではござる。いますね。気絶入ってるんだったら気絶をループさせてっていうのが、まあ上等手段で、中確率で気絶入るから、そこをうまくね活用していきたいよね。で、なんか次は百合属性が多いっていう。ここで気絶入れることができたらもう完璧なんですよ。だからフルボットタイムなんですよ。あー、まだわからん、まだわからん。30分はまだ引けるよ。セイララ、うん、もどかしい。あー、入らんかったか。よしよし、ようやく HP 半分まで来ましたよと。おー、なんかやばそうな匂いするんじゃない。これだね。これ取って、これ取って、技木玉降りてきて、
これでいきます。どうでしょう。ひえー、怖えよ。次までに倒さんと次ね、グレートサイヤマン来るからな。あれほど修行をサボるなと言ったのに。ああでけえ、でけえぞこれは。でけえぞこれは。でけえぞこれ。倒せるんじゃない、まあ、会心が発動すれば。まあでも無凸だからな。 OK、 ご飯決めてこい。責任を持って決めてこい。おめえがやらなきゃ誰がやる。さあ89万、倒せないだと倒せないだと。お前ちょっと極限覚醒ちょっとお願いしてこい会社に。はい、ってな感じでいかがだったでしょうか。だいぶ何回チャレンジした、3回目ぐらいかな。だいぶきつかったね。まあ1回は僕のボンミスですけど、うん、はい、まあ、てな感じで、今回、グレートサイヤマン、スーパーサイヤ2孫悟飯使ったんですけど弱いです、うん、めちゃくちゃ弱い。育てるべきではないです。まあでもなんだかんだ結構実装手がされてからまあだいぶ年月が経つんで、そろそろ極限がね来てもおかしくはないんかなと個人的には思うんですけど、まあそれも魔人ブー編のまああの再録というか新しいイベントが来ない限りはかなり厳しいかなと思います。はい、ってな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた皆さん。We'll be right back.